焦るなよ。中山さんは劇団にいた時は騎士役だった。そしてその演技力にはかなり定評があったようだ。携帯の着信音からヤジが飛ぶまでの時間は正確に1分間だった。中山さんは演技力に定評のある元騎士役だった。携帯の着信音からヤジまでの間が正確に1分間だったこと、中山さんが騎士役をやることは可能だった。携帯の着信音がヤジまでの合図だとしたら、その間にあの人は剣を折る演技をしてみせたわけだ。あのヤジは演技力に定評のある中山さんだったからできたアリバイ工作なんだ。立花さんには劇団を経営する能力があったらしい。どうやらあらゆるところから資金を調達していたみてえだな。チラシに記載されていた DVD 発売予定の広告だ。このお芝居は DVD で発売する予定があったらしい。チラシに載っていたお芝居の DVD、 立花さんには経営能力があった。 DVD の発売も立花さんが考えた。資金調達の一環なんだろうか。だとしたらあの人はこのことに気づいていない可能性がある。中山さんの傷は立花さんにつけられたもの。そしてその傷口が開いたから包帯を取り替えたらしい。幕間中に中山さんは大量の汗をかいていた。この劇場は空調も効いてるし、芝居を見ているだけで汗をかくことはないはずだけど。真新しい包帯と中山さんの幕間中の汗。クーラーの効いた劇場で感激していたのにもかかわらず、あの人は大量の汗をかいていた。待てよ、あの時中山さんは傷口が開いたって言ってたな。客席に座って劇を見ていただけで傷が開いたのか。やっぱり中山さんは一幕の間客席を離れてどこかで何かをしていたのか。客席に折れた剣が飛び込んだ時、それをキャッチした佐藤刑事に対して拍手が沸き起こったんだ。客席に飛び込んだ折れた剣先は意図的に細工が施されていたものだ。折れた剣の絵は舞台のあの場所に隠されていた。そして隠した人はおそらく犯人を知っていた。折れた剣先にあった切れ込み、舞台の上にあった
折れた剣の絵、剣が折れた時の観客の拍手。あの人は剣に細工をすることによってアクシデントを偽装した。でもその時、本物のアクシデントが起こってしまった。折れた剣先が客席に飛び込み、佐藤刑事がキャッチしてしまったんだ。もしかしてあの時の観客の拍手を、あの人は勘違いしているのかもしれない。確か騎士はあの時観客席に対し後ろを向いていた。そうか、だからあの人はあの時あんな言い方をしたんだ。中山さんのレコーダーには蘭と園子の声が入っていた。なんで中山さんは幕合をテープに記録していたんだ？舞台でアクシデントが起こる前、一瞬だけ携帯の着信音が鳴った。すぐ切れる状態の携帯を持ってる意味は何なんだ？やっぱりあの時のヤジは中山さんの声だ。レコーダーに録音されていた蘭と園子の会話、一瞬だけ鳴った着信音、そして中山さんのヤジ。そういえば中山さんが持っていたレコーダーはタイマー付きだったはずだ。あらかじめ着信音とヤジをテープに吹き込み、タイマーでタイミングを測って再生させる。その後幕合中に会場を録音することで証拠を消したに違いない。着信音とヤジをテープに吹き込み、タイマーでタイミングを測って再生させる。そうすれば座席にいなくてもヤジを飛ばすことができるかもしれない。着信音はヤジまでの合図で、その間にあの人は剣を折る演技をしてみせた。あのヤジは演技力に定評のある中山さんだったからできたアリバイ工作なんだ。小道具の剣を折ったのは予定のアクシデント。しかし折れた剣先は予定と違って客席に飛び込んでしまった。そしてその観客の反応をあの人は勘違いしている。前もって録音され、後に消された合図の着信音とヤジ、あのヤジはアリバイ工作だった。予定されたアクシデントと予定外のアクシデント。確か第1幕は30分、そして幕合の休憩時間は10分足らず。もともと第1幕を録音したものを幕合中に消そうと思っても無理な話だ。けれどあの人のレコーダーには蘭と園子の会話が録音されていただけで、第一幕の音声は残ってなかった。つまり初めから一幕は録音されてなかったわけだ。あの人が消したかったものは予定されたアクシデントのための合図とヤジ。しかしその時予定外のアクシデントが起こってしまった。細工がバレないように回収する予定だった剣先が客席に飛び込み、証拠として残ってしまった。舞台上に捨てた絵の部分も見当たらず、あの人は焦ったはず。絵をあの場所に隠したのは間違いなく有沢さんだ。彼女は騎士があの人だっていうことに気づいていた。だから警察が帰るまで幕を開けるなとスタッフに言い残した。そして
犯人であるあの人をかばうために証拠品の絵を隠したんだ。中山さんは劇を見ていたのに大量の汗をかいていた。そして右手の傷口が開くほどの何かをしていたんだ。本当に中山さんは一幕中座席で感激していたのだろうか。騎士と出会った場面の有沢さんの驚きようは決して演技なんかじゃなかったはずだ。あの時彼女の予想しなかった何かがあったんだ。関係者の証言と今回の立花さんの行動はあまりにも違いすぎる。そして遺体のナイフの握り方、一幕で騎士を演じた人は別人だと考えた方が辻褄が合うよな。父が他の誰かだとして、一幕中客席にいなかったとされる中山さん、そしてお姫様と騎士が出会った場面での予期せぬ出来事、この3つのことから導き出せる真実はただ一つ。間違いない。第一幕の仮面騎士は中山さんが演じていたんだ。劇場の専用ルームでお芝居を撮影したテープだ。この中には一幕の内容が記録されている。多分あの人は第一幕が撮影されていたことに気づいていないはずだ。DVD として発売するためにお芝居を撮影していたテープ、そしてあの人は撮影されていることに気づかずに証拠を残してしまった。このテープに収められている決定的な証拠をあの人の口から引き出すことができれば犯行を立証することができる。